おはようございます。2月の20日ですか。20日かな。ゆうべも、嘔吐と下痢の繰り返しで、すごい調子が、悪かったですね。今日もね、普通にちょっと生活が、できそうもありません。ちょっと、2、3日は体をね、ちょっと休めようと思ってます。できるだけね、動画の配信とかで、ね、状況がわかるように、こういろいろね、アップをしたいとは思いますけど、本当ね、これはね、もう下痢とね、嘔吐の繰り返しで、これやっぱお腹に何か入れちゃダメなんでしょうね。だからもうちょっと断食して水分だけでしばらくやっていくしかないかなっていうふうに思ってます。ああ、本当にね。ああ、本当にきついです。なんかいろんな意味での自業自得かなみたいなこと思いますけど。皆さんもね、体調ね、管理をして、僕みたいにならんようにね、してください。本当ね、この下痢とか嘔吐とか本当つらい。急性胃腸炎なのかな。まあ、通常の生活にはね、ちょっとね、戻るにはちょっと、時間がね、ちょっとかかりそうな感じがします。なぜこんなことになったのか、とかね、わかりませんけど、まあ仕方ないなと思ってます。はい。今日も皆さん頑張りましょうね。